皆様、ハイタイ。かなとひかると水木のかなさ旅。イエーイ。はい、本日はクガニクトゥバをご紹介していきたいと思います。イエーイ。もう素晴らしいですよね。はい、沖縄で古くから伝えられていることわざのようなものがクガニクトゥバというんですけれども、本日は私たちの好きなクガニクトゥバをご紹介していきたいと思います。もうね、いい言葉がたくさんありますからね、先人の方々の。この本の中からご紹介していきますね。はい、はいはい、琉球新報社さんのクガニウチナーンチュが伝えることわざ200編です。私がよく言われていることわざクガニクトゥバなんですけれども、はいはい、どうぞどうぞ。やーなれーふかなれーですね。はい、やーなれーふかなれーはなれ。私も小さい頃よく言われてた。そうだね。この意味は家での習いが外での習い、もう家庭での行いや習慣は外に出た時に現れるという意味なんですけれども、そうですね、私も自宅でよく母に言われております。例えば靴を並べてない子供がいたら、いや慣れ不可慣れで、あとは普段から靴並べときなさいとか言ったりしますね。そういう時に使うことわざです。普段からやってることってやっぱとっさの場でもそうしてしまう、無意識に。なので、そうそうそう、家の中でもちゃんとね気をつけないといけないなと思いますね。本当にうちの中からミス沖縄でいないとね。私はそうそうそうその、はい、すごいな、昔の人。ありがとうございます。いや慣れ不可慣れ、すごくない。これは私の好きな言葉ですね。でも本当にそうだね。後世に伝えていこうと思います。後世に必須長く。はい、私の好きなクガニクトゥーバーはイチャリバ朝でヌーティラティヌアガ。こちらの意味は生き合えば兄弟、何の隔てがあるかと言ってます。すごいね。見ず知らずの人であっても縁あって親しくなればお互い兄弟のようなものである、うんうん、そこに何の隔てもないという意味だそうですね。そう、すごい素敵な言葉。ちなんちらしい言葉だ、うんうん、よく今でも使われているイチャリバ朝でっていうのは、もともとクガニクトゥバで、私が今お伝えしたクガニ言葉が省略されてイチャリバ朝でとして今使われているそうですね。知らなかったね。なんか意味が続いてると余計なんかあのイチャリバ朝でってこうみんなラフに使ってる言葉だけど、もっと深い意味があるんだって思いますね。本当にそう思う。本当にぜひ皆様もその意味を踏まえた上で使ってみてください。はいはいはい、はいはい、私のおすすめのクガニクトゥバ、もうこれはねもう本当に有名な言葉になるんですが、はい、ヌチブタカラです。もうこれはこの言葉の通り、ね、命こそ宝という意味があります、うん、本当に命は何のものにも変えられない大切なものである。だから命は大切にしてくださいという意味ですね、うん、ねだよね、はい、本当にもうこれはしみる全部、うん、そうずっと心に持っておきたいというか刻んでおきたいですね。この言葉自体は最後の章家の章太王が読んだとされる中の中から抜粋されたものらしいんですけど、首里城を明け渡すっていうのを決めた時、この章太王は首里城を明け渡すことでこの県民が助かるのであればもうそれこそ宝だっていう意味でこの言葉を読んで、それをなんかこのお芝居か何かでそういうの抜粋して、それからこの「うちる宝」っていう言葉が今にこう広まってるっていうのを私何かで読んだことがあって、そうそう、ここにもそう書いてますね。宮古島では「スンスガドスンヌバースス」というそうです。初めて知りました。死ぬことの無益さを説いているそうです。もうあれだね、本島とまた宮古で言葉自体は違うけど、こういう同じ意味のを持つ言葉があるって何か、なんかすごいね、すごいね、言葉も全く違いますね、うん、全然違う。本当に先人の方々がいろんな苦悩を乗り越えて生まれた言葉なので、はい、うん、大事にしていきたいですね、本当に。はい、ということで本日は沖縄の先人ウチナーンチュが伝えることわざクガニクトゥバをご紹介していきました。はい、皆様も何か好きなクガニクトゥバはありましたか？はい、今後もこのクガニクトゥバをご紹介していければなと思っていますので、ぜひお楽しみに。
この動画がいいと思った方はいいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、皆様のクガニクツバ、好きなクガニクツバもぜひコメント欄にて教えてください。それでは皆様、またやったー。